今表示している今日の動画はです、ね、あの普段僕がウォーミングアップとかです、ね、あと、または午前中の、ま、筋トレの時間にやっている動画あトレーニング種目の紹介をしてますね、えー、ま基本的に毎回変えてて、えーま、思いつきでやってますねま基本的な要素骨格で強く床を踏む練習とか まあ股関節に体重を乗せる練習っていうのはベースではあるんですけども、まあ、そ,のそのベースを踏まえた上で基礎を踏まえた上えで、まあ、思いつきでやってますねその日の思いつきでやるっていうのは結構大切で、あのー、どうしうかっちかというとこの可能性に対して心が開かれるので あの偶然思いいトレーニングを思いついたりするんですねやってみてあこれいいトレーニングだなって感じることあるんですよなそういうことは結構多いので僕は、まあ、その日何やるかを決めずにですねノリで思いつきで決めるようにしますねで、えー、その中でも特に効果があるなと感じたのを今載せてるんですけども、えーまあ、バランスを保ちながらですね、あのーえー、動く練習 であるとか、えー、そのバランスを保つための筋肉ですね。中殿筋とか内転筋、それから腸腰筋を刺激するようなトレーニングになってますね。基本的におそらく、えー、今今回この動画で、えー、載せてる動。どあ、種目はえー、ま中殿筋内転筋群。あの股関節の、えー、あとはこう腸腰筋ですね。を多分刺激できていると思いますね。僕のやった感じとしても疲労感がありますね。 腸腰筋に関しては、おそらく多分そのより深層の筋肉なので神経系があまりないと思うんですよね。だからこう疲労感みたいなものは感じにくいんですが、まあ、腸腰筋のある腸骨の部分とかが張りを感じるのでこのトレーニング、これらの種目をやった後は。なので、お、ま、そ、あ、らく、えー、刺激はされてるんじゃないかなと思いますね。パンプアップしたような感じがありますね。あの腹部、下腹部が張るので。 中殿筋とかです、ねまあ、内転筋、腸腰筋というのは、まあ、筋肉を動かす作用もあるんですけども、まあ、おそらく、まあ、骨格を固定する筋肉じゃないかなとは思いますね、まあ、大臀筋とか大きい筋肉に対して、えーまあ、作用する筋肉その骨格の力を合理化すると言った方がいいですかね前虚筋紋周繕前虚筋で背中を動かしてパンチを打つというよりは前虚筋によって固定される骨格骨格が固定されて それによって、ね、身長性の収縮をこう合理化して、えー、おそらく大胸筋の筋力のを最適化しているんじゃないかなと僕は思っていますねで、まあ、骨格の構造的に筋肉の配置としても、まあ、インナーマッスルの方が関節に近いんですよね関節に近いのはどうしてかというとて、まあ、こが働かないようにですよね、まあ近くえー、関節に近い方がギュッと抑え込んで関節の動きを固定できるので とと、えー、いうことですねアウターマッスルは逆に軸から遠いのでてこが働きますね、てこが働くことによって回転力が上がるんですよ、要するに関節を回転させる筋肉ってことですね大胸筋とかその大きい筋肉ですね大電筋とかはで、えー、逆にインナーマッスルはあのおそらくなんです関節を固定する、固める筋肉じゃないかなと思いますね、だから前胸筋で肩甲骨をロックするとパンチ力が上がったりする。 だと思うんですよおそらくその伸長性の収縮を合理化してるんじゃないかなと思いますね。他にもあの腸腰筋も僕別の動画でいろいろ話してるんですけど、まあ、腸腰筋がケツの筋肉の、ケツとハムの筋肉の伸、えーまあ、長性の収縮を強くしてまあ、構造的に合理化してるだろうって話をしてるんですよね。お、ま、そ、あ、らくそういう働きがあるんですよ。まあ、骨格に近いっていうことはおそらく骨格を固めて、ですよ構造的に構造的に骨格を固めてそのアウターマッスルって いわゆるアウターマッスルの伸の長性の収縮を合理化すると、でそ,のしんそれによって、まあ、おそらくですねこの全身の筋力が合理化されて強く動けるんじゃないかなということですねで、まあ、この辺のちょっと詳しい話はあの、まあ、ブログとかで解説しているので気になる人はそっち見てください、あと SNS でも時々 X、旧 Twitter ではあの時々そういう話もしてますね気になる方はですね SNS のフォローとかです、ね、ブログ探してみてください。 でも話まとめるとですね、あのー、インナーマッスルは、アウターマッスルの動きを合理化している。筋力を合理化、最適化していると。だから、まあ、インナーマッスルを鍛えてですね、骨格をこう合理的な形に。<coughs> 持っていくのが大切なんじゃないかって今考えているってことですね。まあ、腸腰筋を鍛えると骨盤が前傾して、えー、まあ半腱の筋力が伸長性の筋力が上がって、まあ、体の推進力が上がるみたいなことですよね。おそらくま前屈筋とか、えー、他の いわゆるインナーマッスルも同じような働きをしているわけですよね、まあ、前屈筋もおそらく肩甲骨の回転を強めて大胸筋のです、ね、伸長性の収縮を強くしているんじゃないかと僕は思っているんですよね、ねだからパンチ力が上がるし、えー、肩甲骨が回転して背中が亀の甲羅みたいになっている選手は、まあ、強く体を動かせるんじゃないかなということですね、でえー、加えてその腸腰筋の前、えー、収縮による骨盤の前傾が強くなると脊椎の湾曲が強くなるのであの胸椎の甲腕が強くなるので えーまあ、肩甲骨がより回転しやすくなるとでその、それによってまたよりです、ね、大胸筋等の筋力が合理化される、これ連鎖反応が起こっているということなんですよね、要するに構造を作ることによって、全身の体の合理化の連鎖反応が起こって、それがより身体能力を強化していくということですね、構造を作ることによって、えー、合理化しているということですね、まあ、つまり強い力を出そうと思ったら、強い力を出そうというふうに考えるのではなくて、 えおそらくなんですが、全身の体をですね合理化するための,そのトレーニングが必要になるだろうということですね、構造を作ることがまず先だろうということです、強,強い力を出したり、早く動くためにはまず構造を合理化すること、こういうふうに考える、その方法として今、インナーマッスルの筋力トレーニングを僕は挙げたわけですよね、これは一つの長浜説ですね僕のあくまでも僕の世界観から演绎されたまあ一つの,この仮説ですよね。 もちろんあのいろんな仮説があってもいいと思うんですけど、あくまでも僕のやり方ってことです。この,なんかこの構造ありきみたいな考え方って、僕、幼少期からなぜかこういう感じが考え方を持ってるんですよね、まあ、それは子どもの頃に発見した何かしらの法則をまあ大切にしてたんじゃないかなと思うんですよね、で僕はこれによって世界を説明しようとするわけですよね、現実を説明しようと。メメンンタタルルが強いとかもそうでメンタル強 強くなりたければメンタル強くなろう強くなろうと思ってたこと仕方ないというか、そのメンタルが強くなる、その強いメンタルの論理的な構造を知るとかであったりとか、まあ、構造っていうのはまあ条件みたいなものですよね、前提条件を揃える、なのでこう前提条件がどうなっているのかを調べるってことが大切だと思うんですよね、それはまあ僕の,この雇用小企の経験,から経験によって培われてきたこう世界観なんですけども。 川の流れとかと一緒で一旦構造を作ってしまうともう水はそこを流れるだけなんですよね。 インナーマッスルとかもおそらくそういう感じなんですよ、まあ、インナーマッスルで一旦構造を作ってしまうとあとは力を流れるだけで力はこう体を流れていくだけで、もう意思ではどうにもならないというか川の流れもそうですよね、川の水がどう思ったところでもうその構造に沿って流れるしかなくて、まあ、お金の流れもそうだと思いますね、お金の流れをこう意思でコントロールしようということはできなくてもう単純にもう構造に沿って流れているだけというかな、た、まあ、多分歴史もそうだと思うんですよね。 もともとあった構造に沿って流れているだけで、まあ、経路依存性とか言ったりしますが、だからそういう風に考えることが僕は大切だと思うんですよね、でボクシングにもそういう考えを応用していて強くなるためのこう構造ですよね、前提条件を考えるということですね、今回のインナーマッスルの、まあ、考え方もそうで、まあ、そういう構造、その力が発揮しやすい構造を、まあ、作るための筋肉なんじゃないかということを今、考えています。 インナーマッスルが大切だよっていうのは、まあ、割とメディアとかでも言われてますよね、SNS にもそういうこと言ってる人いるんですけど、まあ、具体的にどうしてかっていうことはあまり説明されてないんですよ、だから僕、あんまりインナーマッスルとは興味なかったんですよね、まあ、多分ん本当に最初は聡明な学者さんとかがインナーマッスル鍛えた方がいいよみたいなこと言い始めて、まあ、それにです、ね、たかってきた背筋主義者が。 こうよく分かる論説を張り始めてですね、金儲けのための論説を張り始めた結果、なんかもう、あの誰も興味なくなっちゃったみたいなもんじゃないかなって思うんですよね、ミーハーがたかってきて、ニコ堂とかニチャンがつまらんくなったみたいなことですよね、まあ、そういうことがインナーマッスルとか、ボクシングとかですね、まあ、筋トレ業界とかというか、まあ、ありとあらゆるところに起こってんじゃないのってことですよね、ミーハーがたかってきて、本当に良かった、最初の理念とか。 その原理がもう,う薄,くな薄まっちゃって理解されなくなったみたいなこういうことって多いんだろうなっていうふうに感じますだからこそね自分の目で確かめて、まあ、自分で体験して確かめるっていうのは大切だなと思いましたねあの本当はすごい大切な教え宗教とかもそうですよねすごい大切なこと言ってるのに えーまあ、ミーハー金儲け、廃棄主義者のミーハーがたかってきて、もうめちゃくちゃになっちゃうみたいな、やっぱりね、自分で何事も確かめるというのが大事だなというふうに感じました、なので、まあ、ここで今日話したこともそうだし、これから話すこともそうだし、これまで話してきたこともそうなんですけども、やっぱりね、自分で確かめてほしいなと思いますあの、ミーハーに騙されないようにもしかしたら僕、ただのミーハーかもしれないんでね、ぜひね、そこは気をつけてほしいと思います。